こんにちは、速稼塾の久保です。まあ、ビジネスにはマインドセットが大事だっていうふうによく言われます。で、私もね、一番最初にネットビジネスを始めた時にマインドが大事だよって言われたわけなんですよ。なんじゃそれはと思ったんですよね。テクニック早く教えろやみたいな感じだったんですけども、確かにマインドが大事っていうのは、その稼ぎたいっていう気持ちをね、稼ぎたいと思い続けること、これがすごく大事で、稼ぎたいと思うんだけども、だんだん気持ちってしぼむんですよね。で、なぜか3ヶ月半年1年と経つと、あれほど意欲だった人がやらなくなっているとかね、なかなかいい案件ないよねってことになったり、いまだにセルフバックの案件探したりとかね、まあ全く進歩してないわけなんですよ。これはなんでかっていうと、やっぱりね、モチベーションが上がってないっていう状態なんですよね。前回モチベーションに左右されるうちはまだまだだというふうに申し上げましたけども、そうは言ってもね、最初のうちはみんなやる気になるからやる、やる気がないだからやらない、これだと思うんですよ。ですので常にモチベーションを維持するために、私は2016年に速稼塾の BBP というね、ブレインバスタープログラムっていうのを80万円で販売しました。で、こちらの方はですね、もう儲かるノウハウとか全くないんですよ。ただやる気になるんですよ。ただやる気になることをずっと放送してるんですよね。まあ、これはね、まあ、3名ぐらいの人が入ってくださったんですけども、効果はてきめんでしたね。ブレインバスターっていうぐらい脳をぶち壊すわけなんですよ。今まで気持ちに左右されていた脳を、そうじゃないと、脳に気持ちをコントロールさせるというね、また逆の発想でやってきたんで、ブレインバスターなわけなんですけども、あと脳がね、ぶち壊れるわけなんですよ。まあ、そういうプログラム、最初は例えばね、これ2つの大きなプログラムで骨組みは作ってるんですよ。これは私の経験上、自衛隊のトレーニング、そしてもう一つはね、牢屋に入った時の日常ですよね。で、自衛隊のトレーニングはとにかくハードなんですよ。で、牢屋に入った時はとにかくなんかスローというか停止なんですよ。で、孤独なんですよね、まさに。孤独すぎて、その畳に張っている名前もわかんないよね、ちっちゃい虫にすら話しかけるみたいなね、そんな現象が起きたり、あと一人二役をやったりするわけなんですよね。あまりに孤独だと、人は一人二役をやり始めるって聞いたことがあったんですけども、本当にやったなみたいな感じですよね。まあ、一人でね、いろんな役者をやるんですよ。そうやって自分をより客観的に見つめることによって、マインドを維持するっていう形だったんですかね。で、ラジオ体操やってみたりとかね、とにかく人と話せないとかね、何か自分の発したことに反応がないっていうのは、孤独ってものを通り抜けて、とてつもないね、恐怖であったりとか氷とか闇みたいな関係なんですよね。だから独房ってのは結構きついですね。私の場合、その独房が3週間最長交流だったんで、ね、22日だったかな、いたわけなんですけども、基本的に弁護士さんと話すとき、接見するとき、それから刑事さんにね、取り調べを受けるときぐらいしかコミュニケーションがないんですよ。で、人間っていうのはそのね、コミュニケーションがないっていうのはものすごくストレスなんですよね。とてつもない恐ろしいストレスです。しまいにはコップに汲んだ水に対してね、話しかけたりするわけなんですよ。まあ、傍から見たら異常だろうなと思うんですけども、まあ今もね、なんかこうデジカメに向かって喋ってますからね、iPhone とかに向かって、これもまた一人ぐらい、一人相撲っていうかね、独り言だけの気持ち悪い存在かもしれませんね。で、今回そのモチベーションっていうことなんですけども、この一人でね、一人で話すってどういうモチベーションだって感じじゃないですか。で、今でもね、 YouTube にあるかもしれませんけども、神岡龍太郎さんが1時間の生放送ずっと喋って終わるみたいなね、そんな番組があったんですよ。今でもこれ残ってると思いますけど、こんなの伝説ですよ。一人で何にもないんですよ。カメラが勝手に回ってて、スタッフも一人もいない。そのスタジオの、でかいスタジオのど真ん中に椅子だけ用意されていて、そこに座って神岡龍太郎が喋り始めるんですけども、このトークがね、むちゃくちゃ面白いんですよ。で、気がついたらもう1時間経っていて、それではまたお会いしましょうって去っていくんですよね。だから、これはまさに自分で自分に火をつけてるモチベーションなのか、それともモチベーションなんて全くないところでニュートラルなんでしょうね、きっと。で、私の場合もやる気になるからやるとか、やる気にならないからやらないじゃなくて、もうね、ニュートラルなんですよね。常に何かを発信してると、誰が受け取るか分かんないけど、とりあえず発信してるみたいな状態が続くわけなんですよ。で、今はこういったペースで話してますけども、以前はこれ2時間もののね、動画をずっと撮ってたんですよ。だから2時間喋ってたわけなんですよね。で、当時与沢翼さんとか、2011年とかね、与沢翼さんとか、土屋博さんとかも同じようにセミナーやってましたけども、大体ね、何にも読まずに、何の準備もせずに、よっしゃっつか2時間くらい喋るんですよね。で、参加してる人はずっとメモ取ってるみたいな感じです。で、たまにモニターとか使ってバーンってね、出るんですよ。それが面白いのが、
さあ今日はね、インターネットビジネスで儲かる方法を教えますよと。皆さんメモの用意いいですか？スクリーン見てください。バン、セミナーってでかく書いてある。それだけ。あとは2時間喋ってるんですよ。セミナーっていうのはね、喋ってるんですよ。そのね、もうメモを取るようなことかみたいな感じになりますよね。だってスクリーン、でっかいスクリーンですよ。すごいでかい映画館のスクリーンみたいなところにバン、セミナーって3文字だけ、まあ伸ばしがあるので4文字ですけどね、それが書いてあるだけなんですよ。でも参加した私たちはものすごくやる気になってね、で底冷えするんですよ。なんかぐーっと寒いなみたいな感じでね。で最後に聞いたんですけども、セミナー会場っていうのは大体ね19度ぐらいしてるらしいんですよ。じーっとしてたら寒くなるらしいんですよね。というのが22度とか23度にしていくとみんなね温度が上がっていくらしいんですよ。なんか熱気とか活気で、あと人もいますしね。そうなると眠くなるらしいんで、あえて20度以下にしてるらしいんですよね。そうなると寒さを感じて、 寒いんでもうね全然目がトロンとね眠たくならないという、まあ、そういうこともね教えてもらって、セミナーっていうのは細かいところまでそうやって演出になってるんですよね。例えばセミナー会場にポロンとねわざとねゴミが落ちてたりするんですよ。でそのゴミを誰が拾うかって見てるんですよね。で素通りする人が多い中でそのゴミを拾ったやつがいるんですよ。で拾って広くで見るとその中に1万円札入ってるんですよ。すごいでしょこれ。でその1万円札を拾ったのが私なんですよ。なんだこれやと思って1万円札をこれはとか言ってねやるでしょ。そしたらセミナーが始まってしばらく話した後に、今日このね会場に来てゴミを拾った人いるみたいな感じで、で私手を挙げるじゃないですか。あ、広島の久保さんだとか言ってね、ゴミ拾ってどうだった、ゴミだったって言ったら、いや1万円札入ってましたでしょ。この今日このセミナーに来て稼いで帰ったのは、リアル現金稼いで帰ったのは久保さんだけです、ここが違うんですよっていうふうに言うんですよ。多くの人はゴミに気づかない、多くの人はゴミに気づいても触らない、多くの人はゴミに気づいても触らないし拾ってもゴミ箱で捨てちゃう。久保さんだけは何だろうと思って開いた。ここなんですよ。この好奇心が次の一歩を開かせるんですよ。1万円札ってものをもたらすんですよ。だから好奇心を忘れちゃダメですよっていうふうに言ってましたね。まあ、こういう話をね2時間ぐらいしていたのを思い出します。で今でもそのセミナーで話したことがもうありありと私もね思い出されるんですよ。メモの一つも取ってないのに。なんせメモ取ろうと思ってもセミナーって書いてあるだけなんで、こんなねノートを持ってきてノート一冊にセミナーって書いてるだけですからね。こっちもね、私はまあノートもすら持ってこなくって手ぶらで来てましたけどね、その時は。で私の場合は人の話を暗記できないほどのものはね結局自分に身につかないと思ってるんで、メモは取らない方なんですよ。うん、それでもやっぱり印象に残っていたりとか、これは忘れちゃいけないなって強く刻まれたものって行動にそのまま残ると思うんですよね。だから私はその行動に自然に残るものがモチベーションだと思うんですよ。まあ言うなればですよ、まあ唯一それがモチベーションだと思います。でそのもう覚えよう覚えようと思わなくても心に残るものってのは今でも覚えてるからこうやって喋れるんですよね。こうやって喋れる、ずっとだからモチベーションが維持できてる状態、これがニュートラルな状態なんですよ。何もよし明日はやるぞとかじゃないんですよ。なんか明日は頑張るぞとかじゃないんですよ。これから頑張るぞじゃないんですよ。いつも同じペースなんですよね。同じペースだけどもそのボルテージがねもうマックス天井張り付き状態でずっとなんですよね。だから不得意分野でも得意分野をやってるかのようなマックスなボルテージでことに挑みます。まあこれはもうすでに挑戦ではないです。挑戦ではなくて単なる行動ですね。だから行動のすべてが挑戦と言ってもいいですし、結果のすべてが、まあ、成功であり失敗であり、それをもう混ぜこぜです。失敗とか成功とか2つに分けれないような状態なんですよ。もうすでに結果が残ったらそれがもうねもう失敗と成功のもうなんかかき混じったものなんですよね。だからそれが私の足跡なんじゃないかなと思います。こっちから見ると成功に見える、こっちから見ると失敗に見える、でもその、まあ、姿はね結局は単なる結果ってことなんですよね。でその結果を糧に次の一歩を踏み出していく、結果が出たらそれを踏み台にする、踏み台にした後結果が出たらそれをまた踏み台にするって感じで、少しずつ自分のね面の皮が厚くなっていくんだろうなって感じですよね。ということでね、今回はもうこのまま本当に2時間喋りそうなんでこの辺でね止めてしまいましょう。今回は何でしょうね、よくわかんないけど喋ってみました。いってらっしゃい。